はーい、ハイタッチにハイタッチ。はい、どうも、魚ダブルスッキーです。よろしくお願いします。さあ、今回なんですけども、はい、何で笑ってはるんですか。いやいや、そんなことないです。ハイタッチにハイタッチ言ってましたけどあれどういうあれで。ハイタッチにハイタッチ、ね、あ、なるほど、はい、まあ、真面目に行きたいから。最近なんか太郎が煽るもんで、なんかしなあかんのちゃうか、なんかしなあかんのちゃうかって自分で勝手になんか思い込んでるんで。あ、それ申し訳ないです、はい、なんでちょっと今回はほんまにふざけないように、悪いふざけなしで頑張ります。今回のテーマなんですけども、はい、こんなチャンスボレーには気をつけろ。これね、めちゃめちゃみんな多いんですよ、このミス。どういうことですか、これ。それを説明するのは本編でそんな今聞かれても危ない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 。このチャンスボレーね、めちゃめちゃ失敗すること多いんですよ。ほう、今さっき太郎ね、最初ちょっとだけ軽く説明したじゃないですか、はい、そう思ったらめっちゃビビるでしょ。まあ、やってますね。やってますでしょ、はい、なんでここをちょっとね紹介したいなと思います。なので結構動画的にはシュールでちょっと短めな動画になるんじゃないかなと思いますので、ね、ぜひ皆さん最後までご視聴ください、はい、で、1月1日からタルミゴリンテニスクラブの代表になりました。ありがとうございます。よっしゃい。ぜひ皆さんね、足運んでいただけると嬉しいなと思います。大体動画対決とかね、太郎どっちかいますんで、はい、ぜひ声かけていただけると嬉しいなと思っております。この動画で、ね、良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そうしたら見ていきましょう。本編スタート。いや、ふざけへんって言ったよね。いやいや、もう早速やん思って今大丈夫ですか。いや、大丈夫ですよ。こっから真面目にいきますか。真面目にいきます。あ、お願いします、はい、ってことで、まずはやってみたいなと思います、はい、太郎にサービスラインぐらいに立ってもらって、ちょっと分かりやすくストレートでやってみたいなと。で、シチュエーション的に別にクロスだろうがストレートだろうが何だろうが基本一緒です、はい、のでこういうボールには気をつけるっていうのをまずやってみたいなと思います。なので僕からそこのボールに打って、で帰ってきてそこをチャンスボール決めるっていうパターンでちょっとやってみたいなと思いますので、うん、ぜひ見てください。さあ、ということで、まず今見てもらったと思います。なんて美しいんだと。もう前に入ってって浮いたボールをパッチーンと決めるドクター巨頭、さすがやなと皆さん思ったと思います、心の片隅で。言ってました。今言ってたんちゃうかな。あ、ほんまですか。結構皆さん、今ふざけてなかったっすか。ふざけてない、今真剣に言いましたから。あ、ほんま、はい、皆さんやっぱドクター巨頭のこの魚のダブルスッキー見てもらってる方みんな優しいんで、そういう嬉しいコメントくれるとモチベーションにつながるんで。あ、お願いします。でも最近ちょっとね、荒れたコメントも多いんですよね。あ、そうなの。特に過去の動画見てないやろって思って過去の動画にコメントする方いるんですけど、はい、僕はブロックしてますからね見てるんで。怖い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 、はい、注意しておいてくださいね。今ふざけてましたよ。ふざけてないですよ。今ふざけてない。真剣に参りました。まず今どんなボールに気をつけなあかんのか、もう答え言います、はい、ハーフボレー。あ、なるほど。相手のハーフボレーで浮いてきたボール、浮いてくるもんだから皆さん一緒と思ってますよね。例えばコーチが出してくれるチャンスボレーと、はい、うん、相手がボレーをするときに浮いてきました、うん、と相手がハーフボレーしたときに浮いてきました、全然違います。もうコーチが出すボールはもうほんまに気使ってる、うん、打ちやすい高さ、打ちやすいタイミング、はい、とやってるので、フォームを覚えるのには最適。なるほど。でボレーで返ってくるような形でいくと、うん、高さバラバラ、スピードもバラバラ、うん、なのでステップアップしていた中でこれが重要になってきます、うん、でも上手くなればなるほど前段階のショットがめちゃめちゃ上手になってきますよね、うん、だからみんなはそこでくじくんです、うん、足元に打ちました、相手がハーフボレーします、はい、でそれに対して浮かしてきました、はい前行ってありがとうごちそうさまぐらいの時にペチッごめんってペアにね、もうこのもうパターン見えてる。どこだと。あるあるですね、これ。あるある、はい、なんか太郎にちょっと質問、はい、ハーフボレーに打ってなんでミスしやすいのか。ねえ、ペッ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 、これふざけてへんかな、これ。ペッペッペッピーブー、まだ答えない。まだ答えない。長い。でもやっぱさっきのボレーに近いですけど、返ってくるボールがバラバラやからじゃないですか。なんかこうちょっと答え聞いてたから、なんかちゃう角度で言おうと思ったのに普通のこと言ってしまって今後悔してるでしょ、うん、正解。正解。よっしゃ
ということで何がと言いますと、はい、ハーフボレーになると相手は狙っていなくても回転数が上がるんですよ、うん、スライス回転数がめちゃめちゃ上がるんで、はい、前に入った時に浮いててゆっくりなんだけどもこっちが余裕を持って当てに行こうとすると面がまっすぐこう当てに行っちゃうんですよ、うんうん、相手のボールがスライス回転よくかかっているとしてまっすぐ当てに行っちゃうと下に噛むんですよね。これでめっちゃネットミス多い、めちゃめちゃ多い。これまず乗り越えていこう。今度は何をするべきなのか、大きく分けて2つ。まず皆さんがトライをしていかないといけないのがちゃんと自分から面を開いてて抑える力を働かせる。うん、抑える力、いわゆる回転をかける、自分のスライス回転に変える、ほうほうほう、っていうのがこれね、まず皆さんやっていかないといけません。それができるんだっていう方、もっとクオリティ上げたいんだっていう方はスイング速度を速くする。これは結構荒領事、難しい、難しい、難易度高い、ね、男性しか多分ほぼできない、プラス上手くないとできない。なので根本的なところでいくとちゃんと面が開いた状態で上から入って押さえて自分からの回転で打つっていうのを覚えてる方がいい。でも例えばこれが球出しとかフラット系でポーンって軽くくるようなボールだったら、はい、極端なし別にこう開かなくても、うん、別にまっすぐしとってもパンって弾くだけで決まるんですよ、うんうん、なのでこの癖がね結構ね練習してる方多いんじゃないかなと思います、うん、ああいいよナイスショットナイスショットって言われちゃうんで、うんうん、パンって弾く感じでいっていいんだいいんだ、試合に行ったらペチペチペチなんでやねんと、どうしても試合と練習の差がこういうところに出てきてしまう。なるほど。なので足元に打ったのはいいもののハーフボレーで帰ってくるときは油断せないしないようにしてください、うん、じゃないとポンと当てただけで下にペチとか先っちょに当たってペチみたいなめちゃめちゃ多いですのでご注意ください。うららうららうらうらよ、うららうらら、はいふざけてる、はい、はいふざけてる、ふざけてる、ふざけてる、今真剣にもボール突きしょった、うらうらうら言うてる、え、うらうら言うてました今、はい、つつうらうら言うて、つつうらうら言うてました、何でしょうか、急にカメラ回して、僕今焦ったんですけど、やっぱり視聴者は納得してへんと思う、今のやったら、今ので、今のやったらまだまだ、はい、備え言うても、言うたかって、いやそれ僕言いますから、そっちサイドは大丈夫、ああで、いや。抑えるってね、はい、どないして抑えたらいいんですか。抑える、うん、その抑えるっていうのはどうやって抑えたらいいんかなっていう、いいかな言うてな、そういう、いやまあ言うてね、あの質問をさせてもらってあ、僕に、いや他誰もいないですから他誰もいないですから、どうやって抑えるべきなのか、これすごく大事なんですけども、はい、抑えると言った時にパターン的に2パターンあって、はい、分かりやすいのがいわゆる蓋をするようなイメージ、はいはい、これも抑えるじゃないですか、うん、これは相手のハーフボレーに対してこう相手こうなって返ってきた時ね、はい、時にもう絶対にやめた方がいい、うん、例えば相手がスピン回転とか、はい、ハードヒットの時は抑える、いや蓋をするイメージ、ボールに対して蓋をするイメージになると OK です。うん、でも力をなくしたボールに対してそれをするとプラス、今ハーフボレーなんで回転がスライス回転ですよね、はい、蓋をするような形になるとやっぱりより下に行ってしまいますから、絶対にまず面は開かないといけない。よく蓋をするイメージの人って結構上から下のイメージが、うん、こう真上から真下のイメージが結構あるんですよ、うん、それを開くってことはこれを真上から真下に切ってしまうとこれこの根元当たるんですよ、うん、なんで重要なのは押さえ方というのは面を開いた状態で、言葉に直すと斜め上から斜め下に絶対下ろしてほしいんですよ。自分から回転を与えるのでカットをしたいわけじゃないですね、うん、どっちかというと強く当てながら自分の回転に変えたいので、言葉で言うと斜め上から斜め下に強く動かしていく、いわゆる押さえていくというような形になります。なのでネット前に立ってはいっと押さえるってなったら面を普通こういう感じでね、パンパン押さえる、うん、今やっているのは開いているので動かすっていう形になるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ皆さん参考にしてください。さあいかがでしたでしょうか。ということでね、今回1回もボケずに
できたんじゃないかなと僕は思っております。どうでしたか？そんなことはなかったと思いますけどね。ほんまですか？いやこれでももしよ、うん、これふざけてたらこれ僕無意識ってことやから、これはちょっと僕自身も怖いですわ、はい、こうなってきたら無意識のうちにボケてる可能性があると。自分の中でもそういうボケは作ってないです。ほんまですか？はい、裏裏裏とかあんなんとか。いやそんなんやってないですよ。てとかあんなん。やってないです、やってないです。やってない。やってないですね、根本的に。やってないの方向でいくんや、はい、僕も動画出来上がってから見てみますんで、よろしくお願いします。絶対使ったろ。はい、ということで今回ね、こういうチャンスボールには気をつけろっていう形でほんまに気をつけてください。ハーフボレーに足元一本前、やっぱクオリティ上がってくるので、上手くなればなるほどこういうボールが来ます。なのでこの時に自分のチャンスボールのスキルアップもしていないとどうしてもやられちゃう、うんうん、最後の最後にペチ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 なってしまうよと。ここは皆さんねご注意ください。これをちゃんとできるようになってこそダブルスで活躍できるチャンスボーラーになりますから。チャンスボーラー、はい、言葉作っちゃいましたけど、少しでも、ね、ためになった方はね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そちらでも想像時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ためたね。